加藤由加は、日本の元競泳選手。種目はバタフライ。ドルフィンキックによるスプリント力が代名詞となっている。2012年ロンドンオリンピック400メートルメドレーリレードをメダリスト。愛知県豊川市出身。豊川市立三蔵市小学校時代に、ジュニアオリンピックで優勝。桜ヶ丘中学校、高等学校に進学し、中学校時代には、 全国中学校水泳競技大会では3位に入ったこともある。しかし、高校ではコーチとの人間関係の影響等で、伸び悩み、インターハイでの最高順位は4位だった。神田忠彦コーチとの出会いで、山梨学院大学小学部小学科に進学。大学卒業後は、東京スイミングセンターに所属して、平井則政コーチの指導を受けている。 2006年はアジア競技大会において女子50メートルバタフライで銅メダルを獲得。2007年世界水泳ユニバーシアード日本代表。2007年7月29日、山梨県内の競技会にて女子50メートルバタフライの日本記録を0.03秒更新。2008年4月16日、 日本選手権水泳競技大会競泳女子100メートルバタフライ決勝で2位に入り、派遣標準記録を突破したため、北京オリンピック日本代表に即時内定。そして6月のジャパンオープンでは50メートルでレーザーレーサーを着て、100メートルでは日本製の水着を着て2冠を達成。本番では23位。予選敗退に終わる。一方、中村玲子。 北川あ美、上田遥との400メートルメドレーリレーでは日本新を出して6位となった。オリンピック後の2008年9月6日、日本学生選手権水泳競技大会競泳女子100メートルバタフライ決勝にて日本新記録を樹立。2011年4月に行われた世界水泳代表選考会の50メートルバタフライで日本新記録を樹立して優勝。 続く100メートルバタフライでも日本記録を樹立して優勝。5月のジャパンオープン50メートルバタフライでは日本記録で優勝。2012年夏のロンドンオリンピックでは女子400メートルメドレーリレー決勝で第3泳者を務め総合タイムでそれまでの同種目の日本記録を2秒近く縮めた記録で銅メダルを獲得。同年9月3日、豊に スポーツ特別功労賞を授与することを決定した。同賞は、加藤の活躍によって、豊川市出身者から初の五輪メダリストが誕生したことを記念して、新設されたもので、加藤が初の受賞者となった。2013年11月、淡水路ワールドカップ東京大会に出場。50メートルバタフライ及び100メートルバタフライで炭水路日本新記録を樹立。 その後の記者会見にて現役引退を表明、国内トップのまま選手人生を終えた。引退後は東京 SC 職員として一般人を対象にした水泳教室などで指導することを表明。2014年4月1日付で板橋区の非常勤職員となる。きっかけは2013年9月に板橋区スポーツ大使に就任し、 スポーツを通じたプロモーション活動をしている。2015年9月、佐藤恒吉と結婚。ありがとうございます。